しい顔してたみたいな。でした。あー、めっちゃ感動しました。ちょっと泣きそうになりました。感無量でしたね。今日はいかがでしたか。ちょっとダンスが最後のな、ちょっとトラウマなって思ってな、体動かへん、どうしよう。序盤でもつまずいて持って溺れてたよね。みんな歌ってんの横でもあかんみたいな。やばい、あかん。あしんどいなあ。なあ、いやでもなんか一生懸命するってなんか久しぶりにちょっと楽しいなと思える、そんな仕事ですね。しまってしまったわ。今日はねちょっとねボンミスが目立ちましたね。えらいもんで。キレがすごい。それはちょっといじってるやん。ほんまにこんな滑らかさがないって、ほらもういじってるやん。いけたで。いけてました。いけた。あの早いとこもクリアして、あの楽しいっていうのもめちゃめちゃ超えてるから。これみんなせいだもん。すごかった。あーよかった。ありがとう。お疲れ様でした。はい、お疲れさん。どうしたの。どうでしょうか、その1週間経ちまして、うん、まあ、あの時の心境とかも少し伺いたいなとも思って。ビズの心境よ、もう忘れてますよ正直。もうダンスも楽しくなってきたしね。うん、次のステージへ行こうとしてるから、うん、どう表現するかとかね、うん、指先で喜びとか、うん、ちょっとした首の角度で悲しみとか出そうと、そういう段階来てるから、間違わないなったし余裕が出てきた。で、えらいもんでこの髪飾りを渡すっていう余裕が出てた。余裕ない頃は向こうでさ、これつけたまんまさ、こないしてさ、へこんでるところ、非常やで。スッチーさん、髪飾り。そんな言い方して。髪飾り言われると、あーすいません言うて、こんな言う余裕も出てきましたわ。もう今はもう怖いものはなしですか。もうないですよ。はい、ただケイトちゃんと、千尋ちゃんで、やってる場面が、徐々に伸びてきて、はい、注意を受けております。ちょっと長いですよっていうのと、若干コンパクトに、そしてマイルドにしております。楽しんでミュージカルやっております。はい、いるすですか。なんか今日やっぱもうだいぶ経ちましたね、初日明けて。まあまあ、もうそうですね。稽古で言えばね、はい、もう1ヶ月以上、もう以上ですね、前から個人練習もすごいしてはりました。できてる、足もできてる。ダンスの部分でやっぱ皆さんに心配かけてるなって思ってね、やっぱユミ姉さんとタダスさんはね、もう自分らも練習したいからっておっしゃってくれてるけど、ほんまはやっぱ俺のことを思って多めに張ってくださった部分で多分にあると思うんですよ。皆さんに助けていただいてるというか、一人で生きてるんじゃないというかな、うん。本番1週間もう8回ほど8回9回公演されましたけども、はい、うん、これは自分でも合格点上げてもいいなっていう回はありましたか。いや、まだ全然満足してないです。まあ、お芝居の部分と、まあ、ダンスの部分、やっぱり両方なんか、まあね、よりいいものにと思って毎回毎回ちょっとやらせてもらってます。はい、毎回挑戦ですね。そやな、毎回 100% 出してるつもりでは今最初、はい、ちょっと苦悩されてるというか、僕は最後に笑ってる今ベップさんが見たいです。さよなら、最後は笑えて、ラグビー笑顔で終われるように頑張って、グレイテストナショナルいいなって思ってもらえるように頑張ります。大阪公演千秋楽おめでとうございます。おはようございます。
まあ、まあ一番は無事みんなで来れたことと、お客さんが結構こう何回もリピーターで来てる、友達の息子3回来てるからね、えっていう、そのほんまにお客さんにこう笑顔を与えることができてんやなっていうのは、もっともっと与えていきたいなと思いますけども、今日も変わらず頑張ります。最終日ですけども、今日抜かずまだ東京公演も残ってますから、精一杯かっこいいダンスを皆様にお届けしたいと思います。頑張ります。字幕つけてね。 NMD お願いします。お願いします。お願いします。ここでやって、こっから3分。大丈夫。なんか増えてる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。東京も頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。僕のグッズのうちはまだ売れ残ってて、東京のみんな買ってね。東京も買ってください。おい、やめなさい。やめなさい。お疲れ様でした。また後ほどゆっくり。はい、お願いします。お疲れ様。まだ東京あんのに、もう最後やばかったです。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやでもほんまに素敵な笑顔でした。そうよね。はい、髪飾り鳥が来たで。髪飾り狩りに来たで。髪飾り狩り、指念に教えて皆さんに。お願いします。楽しみ。東京でも頑張りますんで、皆さんぜひ見に来てください。行ってね。東京行ってきます。頑張りましょう、本当に。やったね。あ、東京も頑張ります。大阪ありがとう。そして東京に行ってきます。はい。結構不安やったんですけど、ほんまにもう回重ねるごとに番が吹き飛んでみたいな、はい、でまたこれええタイミングでね、東京行かせていただくんで、大阪のお客さんこんなに喜んでもらったんで、あんまり受けへんかったところはちょっと変えたりとかしながら、受けたところはちょっと引っ張ったりとかしながらね、ほんまにあのこの作品をね、見に来ていただいたお客さんみんなに育ててもらったって感じするんで、本当に見に来ていただいたお客さんと一緒に東京へ行くという感じですね、今ね、はい、東京の、方々も笑顔にしていきます。頑張っていきます。ついに開幕、吉本新喜劇と NMB48 がタッグを組んだ爆笑必至のミュージカル、グレイテストなショーマン、新たなステージの誕生を見逃すな。